親愛なるファイターの諸君、前大会の主催者アントノフに代わり The King of Fighters を開催する。諸君らの参加を心待ちにしている。以上、アナスタシア。速報です。前回の大会から存続が危ぶまれていた The King of Fighters の開催が発表されました。今大会の主催は前大会後に失脚、退職となっているアントノフ氏に代わり、新しく代表取締役に就任したアナスタシア氏となります。すでに世界中のファイターへの招待状は送付されているとのことです。クレメンス・ベラビーのマーシャル・メイケン、チャンネルはそのままで。アントノフコーポレーション。ってわけだ。お前もおもり頑張れよ。何がってわけだだよ。他人に押し付けといてそりゃないだろ。やっぱり都会はすごいね。こんなに明るいと眠れないや。よく言うぜ。さっき立ち寝してた。おい、あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞ、ヘッドフォン野郎。ああ、いきなりなんだよお前。しゅんちゃん。いいか、私はな。いつら。ちな、おい、ちょっと待てよ。しゅんちゃん。言っとくけど、リーダーは私だからな。そこんとこ勘違いすんなよ。なんだよ。本当に奴はここに現れるのか。帝国通り、格闘家たちの全力をかけた戦いの場、交錯する思いが集う KOF こそ、あなたたちがバースと呼ぶものの実体化に必要な力の発生源。バースってあの化け物だろ。あいつは一体。バース、私たちは古くからの教えに従いリバースと呼んでいるわ。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れない。しかしアンプスペクターの力を持つ者、イスラとシュンエの協力があれば封印できる。シュンエ、シュンエ、またシュンエ。あいつは私がぶっ倒すってんだよ。で、化け物も私がぶっ倒す。頼もしいわね。だけどリバースは倒せない。元いた場所に押し返すのが限界。何にせよ我々の目的に変更はない。バース、いやリバースを排除し事態の収拾を図る。私はあのムカつくヘッドフォン野郎を倒せるってんだ。何だっていいんだ。分かった。私は残ってもう少し調べる。では手はず通り次のポイントで落ち合おう。イスラ、行くぞ。分かった。って命令してんじゃねえよ。リーダーは私だって言ってんだろ。第一、私はあんたの人なんてこれっぽっちも。イスラ、シュン、この世界を正常に戻すため、あなたたちの力、魂があれば必ず。決まった。今この瞬間、キングオブファイターズが決定しました。何これ、力が流れ込んで止まらない。制御でき、力が。怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。ここは…シュンちゃん。おい、力が…くそ、あの時みたいに…力が制御できなくなっちゃったの。大丈夫、僕もベニマルさんもついてる。だからシュンちゃんなら大丈夫。メーテンの言う通りだ。お前ならやれる、シュンエイ。
ありがとな、二人とも。もう大丈夫だ。全部コントロールしてやる。イスラ！あっ、そうだ、ミスイスラが。おい、聞こえるか？おいて！無駄よ、彼女が目覚めることはない。イスラとあなたはアンプスペクター、リバースと共鳴する能力の持ち主。特にイスラは人々の高ぶった思いを集め増幅することに秀でていた。だからイスラを媒質として力を集めている。その間リバースとイスラの精神はもつれ合ったまま。なんだっていい、あいつを倒せばこいつは助かるのか。おそらく今なら気はある。頼めるかしら、シュン。頼まれなくてもやってやるよ。僕たちも一緒だよね、デニマルさん。ま、エキシビションマッチってことで。ああ、行くぜ。母神。こいつは一体。オトマラガをあるべき場所に封印する方法は一つ。アンプスペクターとオトマラガによる追消滅。追消滅って、それはつまりシュンちゃんが消えちゃうってこと？俺は消えない。その予想ごと俺たちがこの状況を上回ってやる。そうだよ、僕たちなら絶対にできる。何が起こるかわからないのが KOF だからな。背中は任せたぜ、二人とも。来られてよかったよ。何より俺が消えちまったら世の中のレディの涙で海が。大変だったけど悪いことだけじゃなかったよね、しゅんちゃん。ああ、
どういうことでしょうか。チャンピオンやあの怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。私は一人ぼっちだった。この力が目覚めた時は本当に嬉しかった。いつだって相棒がそばにいてくれた。大人は自分のことばっか。だから私は相棒に誓ったんだ。一緒に子供たちを守るんだって。だけど大人に守られて友達もいるあいつを見てたら馬鹿にされたような気分になって。でも本当は俊英にムカついてたんじゃない。私はあいつが羨ましかったんだ。あんな八つ当たりみたいなことして終わりだなんて絶対に許せねえ。だからこんなところで立ち止まってるわけにはいかないんだよ。おい、聞こえるか。おいて。なんだってんだ、チキショ。うわー、てめえ、ヘッドフォンやろ。どこ触ってんだ。はあ、どこも変な場所は触ってねえだろ。自力で目覚めたですって。大したものだわ。でも今のあなたではリバースにかなわない。だからリーダーに指図すんなって。それに私だけじゃねえし。俺は我々の任務だ。民間人は下がっておけ。私もイスラも民間人なんだけど。君たちは特別だ。何せチームメイトだからな。だろ。うっせ、あんま調子乗んなよ。リバースが消えたことでこの空間は維持できなくなるはず。でも終わりじゃないのかよ。嫌な手応えだな。この音、まさかオトマラが。オトマラが我々が探求する真理の果てにいる母神。なんだよこいつ。オトマラがあるべき場所に封印する方法は一つ。アンプスペクターとオトマラがによる追消滅。追消滅。イスラをどうするつもりだ。ふっ、私と相棒は最強なんだ。消滅しなくたってあいつを元いた場所に追い返してやんよ。頼もしいわね。その自信にかけさせてもらう。私も思う存分暴れさせてもらう。よし、私の足引っ張んじゃねえぞ。ハイデル、ドロレス。あの中に戻れば全てが収まるわ。チャンピオンたちです。まるでイリュージョンのように我々の前に姿を現しました。
元の世界だ。僕たち帰ってきたんだ。報告だと、リバース出現直後、我々はこの場から消えたそうだ。しかし、どうやって戻ってこられたのか。おそらくイスラと春英が持つ力、それが追消滅を起こした際の反作用で、あの世界から弾き飛ばされた。すぐ本部に戻って詳細を聞きたいところだが、今は新しい友情の邪魔をしないで。私、ああ、すっきりした。なんかうじうじ悩んでたのがバカみて、変に因縁つけて悪かったな、シュウネ。ほんと唐突だな。てか、なんであんなに突っかかってきたんだ。乙女の秘密。消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。この前のやつとよく似た気配だな。封印の歪みも十中八九こいつの仕業だろう。でしょうね。だけどオロチとはもっと別の何かを感じる。要はあれを燃やせばいいだけの話だ。ああ、今回ばかりは八神に賛成だぜ。尺だけどな。決まったー。今この瞬間、キングオブファイターズが決定しました。このクソ師匠、強くなったわね。ここに来たということは気づいたのでしょう。あんたの意図に気づいたのはつい最近だ。あんたが生き返ったこともな。純真無垢な俺様の心をもてあそびやがって全部計算づくか。安心なさ、ここまでは予定通り。何これ、力が流れ込んで止まらない。制御できる力が…怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。何が予定通りだ。この事態どう回収するつもりだ。そう、私の計算が甘かった。私が何とかする。また一人で死ぬ気だ。残される方の気持ちを考えたことがあるのか。あなたが命を懸ける必要などありません。この敵と対峙するのは我々です。でもさ、あれを倒しちゃったら僕が消えちゃうなんてことない。状況をわきまえなさい。そもそもの元凶はお前だろうが。今すぐ土下座しろ。なんならもう一回消滅しろ。ま、とにかくさっさとやっつけちゃおうよ。僕たちなら余裕でしょ。キングオブファイターズが決定しました。何これ、力が流れ込んで止まらない。制御できる力が…
チャンピオンやあの怪物が消え去りました。一体何が起きてるのでしょうか。今回も AMBC クレメンス・ベラミーが命を懸けてお伝えいたします。音と赤い風すべて音の KOF。 今回も AMBC クレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。それではスタジオにお返しします。皆さんさようなら。
な町だね。ここにはどんな人がいるんだろう。さあな。けど退屈しなさそうなのは確かだな。案外、ああいうのも悪くねえもんだな。な、アマンダ。Thank you.
待たせたな、ユキ。ただいま。おかえり、キョウ。お帰りなさい、アッシュ・クリムゾン。うん、ただいま。ありがとう、ベティ。
どうだ、ガソリン足りそうか。問題なし、世界の果てまでかっ飛ばすにゃ。久しぶり、復活 CYS。 みんな盛り上がってこThank you.
あれに乗ろう。あ、急に走ったら危ないわよ。おい相棒、そんな顔すんなよ。一口食うか。いらねえよ。たく、どいつもこいつも。どまあ、俺たちの名が伝説に刻まれるって先輩や。社長！本当にこの社長についてって大丈夫か？
あれだな。辛くなったらいつでも言えよ。お前には俺たちがついてるだろ。はい、レオナ、行きます。リリーとのデート、俺はまだ諦めてないぜ。
ポジティブというか、なんというか。ま、それでこそ俺たちのジョーだな。Thank you.
おい、リョウ、いつになったら修行場に着くんや。お父さんはクマを追いかけてどこか行っちゃうし。あれ、ここ3日前にも通ったような。これも修行だ。極限ファイト、ファイト。
なんちゅうベタな展開。さあ行きましょう、私たちの出番です。海外出張の特典といえば地元でのショッピングよね。というわけでレッツ観光。あ、見てこのランプ綺麗じゃない。
よし、なら次はこの3人で出るか。構わねえけど、今度は報酬とかはなしで頼むぜ。もちろん、テリーと参加できるのが報酬みたいなものよ。奴らの足取りは目下捜索中です。必ずやギース様の御前に。ふん、道家の余興なぞ所詮はこの程度か。狼狩りの方が楽しめよう。Thank you.
人間はすべて死んで、世界は正しく生まれ変わった。これが地球のあるべき姿。なんて美しいんだろう。ええ、これがオロチ一族にとっての楽園だけど、なんかつまんねえんだよな。では、私と水木さんは買い物に行ってきますね。また買い物ね。結局、あの姉ちゃんが一番楽しんでんな。元気で何よりじゃないか。それよりほら、今日も飲み比べと行こうぜ。僕一人で十分だ。なんちゃって。結構いい線言ってたんじゃないか。てか、燃えてろ。もういいだろ。力を制御するための訓練を行う。ちなみに暴走すると。ああなる。ああ、俺も気をつけるよ。おい、ゴーグル野郎、もうちょい右だ、右。なんで俺がガキの落書きの手伝いなんぞ。ダーリー、さっさと終わらせろよ。
チームメキシコ、ここに再結成ってな。私がいなくて寂しかったかにゃ。にゃはお。どれすか。気恥ずかしいな。これで一中の彼も一コロね。二人とも。の、決してそのような関係では。僕これ苦手なんですよね。そうなの？じゃあ僕がもらっていい？クーラのアイス一口ずつあげる。はい。あー、筋肉は絶対に裏切らねえ。俺たちは最高のフィジカルチームだ。おいおい、こちとらサイボーグなんだが。皆さん、手首はこうです。さあご一緒に。千鶴ちゃんの踊りってなんというか、ずいぶんと独特なのね。今回も多くの女性を虜にしちまった。最強の美形ってのも考えもんだな。何言ってんだ。最強の男前は俺に決まってんだろ。アホ抜かせ。一番の男前はこのわいや。うぬぼれもそこまで来るとは。うちは炊事洗濯やってくれるから、ほんと助かってるよ。しっかりしたお子さんよね。羨ましいわ。本当に、うちなんか部屋中砂まみれよ。うお、おお、体が宙に。これぞヒギ、シャーマンスープレックス。ジャーマンでもシャーマンでもいいから、とりあえず下ろしてくれ。ほう、ずいぶんクラシックだな。フルレストアか。1928年製だ。ジャンクヤードで見つけて、足りないパーツは手作りだ。すごっ、思ったよか手先が器用なのにゃ。作戦完了。ただいまから祈祷する。見事な技の冴えですね。いっそのこと前線に戻られては。よせよクラーク、俺たちの出る幕がなくなっちまうだろう。次はあのお店に寄ってみませんか。大賛成。イスラちゃん、こっちこっち。こうしてダチとショッピングすんのも悪くねえな。腕を上げたな、俊英。丹先生も鼻が高いんじゃないか。よしてくれよ。俺はまだまだひよっこだ。いつかサウスタウンにも遊びに来るといい。いい経験になるよ。
あんた、テリーの弟弟子なんだろ？ああ、お互いに目標を超えられるよう頑張ろうぜ。あんたら、私らにわかんねえ話してんじゃねえよ。貴様らと話すことなどない。それはこちらのセリフだ。じゃあいちいち口出しせず黙ってろや。ギース・ハワード、このままでは済まさないわよ。この拳で貴様の野望を打ち砕いてやる。必ず。貴様らの牙、果たしてここまで届くかな。洗ったばかりの服がドロドロじゃないか。綺麗な洗濯物のはずが、俺が触れるとたちまち砂まみれ。てめえ、何考えてやがる。サラサラサラ。貴様らと再びくだらんなれ合いをせねばならんとはな。くっ、相変わらずいけすかねえ野郎だぜ。お仲間の文句ならご主人様に言ったらどうだ。え？あなたたちにも聞こえるでしょう、大地の精霊の声が。ああ、すべてに渇きを与える砂の音。そして、荒廃していく大地の苦しみがな。何人たりとも俺の邪魔はさせん。たとえそれが、オロチであろうともな。ってわけだ。そろそろてめえにはご退場願おうか。オロチしてんの。いいですよ、やってみてください。灰になるのはあなたたちですけどね。さあ、私たちの前にひざまずきなさい。いい子にはご褒美あげちゃうけど、悪い子にはウッドドゥのお仕置きが待ってるわよ。おほ、すっげえな。ここまで来りゃどんな絶景より壮観だね。じゃんじゃん飲んじゃって、今日はお姉さんのおごりよ。ありがとうな姉さん。じゃ、遠慮なくいただくとするか。ずっと連れ歩いてんだろ。普段どんな餌やってんだ。ママ母は賢いので自分で獲物を探してくるんです。ネズミさんとか。大丈夫よ、私があなたたちのこと絶対に守るからね。海での度胸試しといえばやっぱこれだな。おいしいフカヒレ取ってきてね。やめろ。だいたい俺のこれは海パンじゃねえ。北渚さん。
俺がいればそりゃ楽勝だろうな。ま、お前も結構頑張ったんじゃねえの。山ごもりでますます男前になったわね、キムちゃん。ルオンさん、あの人はダメです。すぐにでも別れるべきです。山でもひたすら私に原木を転がしてきたり、熊五頭と組手をさせようとしたり、ほんとろくでもない。ねえねえ、本当はポーラとミアンのこと大好きでしょ。友達だもんね。黙れ黙れ、お子ちゃまと主戦度が友達になり得るか。俺様は忙しいんだ、さっさと自分のいるべき場所へ帰り去れ。あなたは一族のためではなく、自分と大切な人のために戦ったと聞いたわ。そこに葛藤はあったのかしら。そうだね、僕からすれば知らないご先祖様より知ってる身内の方が大事だったって感じかな。困ったことがあれば我が屋敷に立ち寄ってください。誠心誠意もてなしましょう。いつかその言葉に甘えさせてもらおう。スモーレディ、お前はギャラクシーなリングでこそ最大限に魅力が発揮できる逸材だ。いえ、社長様にはぜひとも銀河にとどろく相撲部屋を新設していただきたいですわ。
disasters keep happening, you see. Is it me or just the weight of the world piling up on me? I need someone to rely on, someone I can trust. I need someone to lend a hand before I just give up. Are you the friend I'm searching for? Somebody I can trust? I don't know what I'm ready for. Try anything. Hello, my friend. You take my hand, and the door I thought would never open opens up again. Hello, my friend. Oh, oh, oh. You out on the other side is the best thing that I've seen. Is this what life is all about? Could this be what they need? Strange disasters are circling around. Is there nothing I can do to stop from falling down? I need someone to call on, someone who'll be there. I need some help from a friend to get me out of here. Are you the friend I'm searching for? Somebody I can trust? I don't know what I'm ready for. Try anything. Hello, my friend. You take my hand, and the door I thought would never open opens up again. Hello, my friend. Whoa, whoa, whoa. You out on the other side is the best thing that I've seen. Is this what life is all about? Could this be what they need? Searching for somebody I can trust. I don't know what I'm ready for. If I don't act now, who knows when? I'll try anything. Hello, my friend. You take my hand, and the door I